Johnny， 我跟你讲，我这次帮你找到在日本很有历史的经纪公司，叫做 Holy Pro。如果你没有听过这间公司的话，那你一定听过森田公子吧？森田公子就是他们旗下的女艺人。失礼します。うーです。うーねんてぃんです。はじめまして、吉田めぐみと申します。なんか今日は台湾に無料で行けるオーディションがあるって聞いたので台湾に行きたくてやってきました。よろしくお願いします。うー You're in the wrong studio。 え？この番組はホリプロの協力で撮影しています。はじめまして、吉田めぐみです。日本のホリプロという事務所に所属していてタレントをしています。趣味は野球観戦、ビールを飲むこと、あと競馬とか美味しいものを食べることが大好きです。最近日台友好って言われてて、私はこの前初めて台湾に行ったんですけど、その前友達に台湾は一回行ったら十分だよって言われたんです。私は名古屋にすごく仲がいい友達がいるんですけど、その子が中国語も喋れて台湾が大好きで、その子と一緒に初めて5月に台湾に行きました。日本の中では台湾の九份が千と千尋の神隠しのモチーフになっていることからすごく有名で、その別の友達に絶対九份に行った方がいいよっていうふうに言われました。でもその一回行くとすごく記憶に残るから一回で十分だよってその子は言ってました。だから私はその旅行が3日間しかなかったんですけど、初日にすぐに九份に行きました。台湾の3日間では九份、十份、あとシーリンの夜市とか台北101に行ってたくさん観光して、小籠包をたくさん食べたり、あと夜市でジーパイを食べたり、射的ダーツをしたり、あとはもう本当にビールとかスイカのジュースを5杯ぐらい飲みました。でこれも台湾の夜市、シーリンの夜市で買いました。台湾の本当にいいなと思ったところが、まずはご飯が本当に美味しくて私の口に合うなと思いました。朝ごはんとか小籠包とかジーパイとかパクチーアイスとか日本では食べられないものがすごく美味しかったです。あとは夜市でたくさん遊べるのにびっくりしました。屋台がバーッとたくさん並んでて、ご飯や飲み物が楽しめるだけじゃなくて服が買えたりとか射的で遊べたり、すごく楽しくて日本のお祭りみたいだなと思いました。それで私は台湾は100回じゃ足りないぐらい楽しかったです。9分で撮った写真や動画をインスタグラムに上げたらたくさんのいいねと、そしてフォロワーさんも1万人以上増えて、その中には台湾の方もたくさんいてコメントもいっぱいくれてすごく嬉しかったです。もしよかったら皆さんも私の SNS をフォローしてください。吉田めぐみです。我想快点在中台湾湾然后我喜欢看板中所以茶子我也想中看看台湾的バニチュー比赛。谢谢大家。